はい、どうも不明でです。今回ですけれども、イベントの最新情報が来ましたので、紹介していきたいと思います。はい、まずは本日ですね、まあいろいろ動画出したんですけども、新ツムの評価とかですね、まあ8000枚を稼ぐ方法ですね、エルサラで、で手元で撮ってますので、ぜひ皆さん、確認、動画のご視聴よろしくお願いいたします。で、まあ早速ね、紹介していくんですけれども、まずはね、日本一周ということで、もうこれはね予告できてるんですけれども、今回も前半と後半で分かれているみたいです。前半は7月4日から開始というところで、後半が7月10日から追加されるというところになっております。で、まあ、ピンズがね、このセンスの形のね、ものがもらえるよということです。あとはプレチケ、スキチケのね、まあ、画像がありますので、まあ、こちらね、確定でもらえるかなというところになっております。はい。で、遊び方1見ていきましょう。日本一周旅行に出かけてツムたちと写真を撮ろうということで、なんかいろいろ写真撮れるみたいですね。なんかよくありましたよね、こういうイベント。でね、なんかね、過去のにも、自分記憶にはないんですけど、日本一周の、イベントはあったみたいです。はい。で、こちらね、まあ、ミッションをクリアして、マスを進めようということで、まあ、ミッション系のね、イベントということで、まあ、自分はね、ミッション系のイベントが好きなので、問題なし。はい。ということで、遊び方に見ていきましょう。はい。特殊ミッションをクリアすると、ツムたちと思い出の写真が撮れるよということになっております。はい。この、多分カメラマークがついているところだと、このね、写真が撮れるっぽいですね。まあ、ここに乗っているツムだと、ラルフとバネロペがいるんで、まあ、このツムとね、一緒に撮れるんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっと左側ちっちゃいですけども、ベルも乗ってるんで、まあ、この辺がね、もしかしたらツムとして、ガチャとしてね、まあ、ラインナップしてくる可能性もね、もしかしたらあるかもしれないですね。はい。まあ、ぶっちゃけ写真はどうでもいいんだけどね。はい。では、遊び方3。エリアをクリアすると、旅行機が完成するよと。写真はね、タップで拡大できるらしいですね。で、ピンズはエリア7をクリアするとシルバーピンズ。エリア8をクリアすると、ゴールドピンズ。エリア9をクリアするとプラチナピンズということで。まあ、今回ね、長いね。でもさ、そうか。4までだからもう前半でとりあえずピンズはもらえないですね。はい。9までか。なんか長そうですね。今回も。で、遊び方4。今月の新ツムはすべてキャラクターボーナスがつきます。ということで、今、ここに載ってるのが、忍者ミッキー、お祭りドナルド、着物ミニです。エルサ&サラマンダもね、ツムの、まあ、キャラクターボーナスもね、対象となっているというところになっております。で、お祭りドナルドに関しても、このイベントと同様にですね、7月4日から、おそらく同時開催されると思いますので、こちら一応私、はい、新ツム確認ライブをやりたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。はい。ということで次、こちら。あ、これがね、この、始まるところのチャレンジボタンっぽいですね。はい。という感じで、つむつむ日本一周のですね、まあ、概要が、これ、リークとしてね、届きました。あ、ちなみにこれ、ジョンプリさんからの情報になりますので、ぜひね、ツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。そして私のツイッターのフォローの方もよろしくお願いいたします。で、情報がこれだけじゃなくて、この後がマジで激アツなんですけれども、まあ、ちょっと見ていきましょう。これ、見てよ、サマーツムツムくじだよ。やばくない？やばいじゃん。で、皆さんね、これ朗報だよ。マジで朗報。だってこれ1000万当たる可能性があるんでしょ？で、7月31日までのやつなんで、これね、何が熱いかっていうと、エルサラだよね。あの闇ガチャエルサラが、ま、確率アップが来なかったとしても、ま、ここでコインがね、めちゃめちゃ稼げる可能性があるというところが、激アツでございます。はい。という感じです。で、まあ、7月25日11時オープンということになっております。で、サマーツムツムくじ2020ということで、1000万コインが当たるかもしれないというところで、はい。当選発表がね、8月5日というところになっております。で、去年はね、8月のね、月末にね、確か来てたと思うんですけど、あれ7月だったっけ？去年も。記
記憶にないな。どっちだった？なんか8月だったイメージあるんですけど、どうでした？はい。まあちょっと忘れてしまいましたけども。まあとりあえずね、今年は7月から来るよと、ところになっております。で、毎日出題される5つのミッションをクリアしてくじをゲットしようということで、今回は8月、7月25日で、8月3日までの、はい、開催。おお、いいっすね。ちょっと待って。25、26、27、28、29、30、31、1、2、3。前回確か45口だったんですけど、今回50口です。なんか毎回5口ずつ上がってるんかな？朗報です。50口あります。はい。で、まあ、毎日ね、5つのミッションクリアして、くじをね、ゲットしましょうということになっております。で、これね、1日5枚なんですけれども、これね、取り逃してしまうと、次の日にね、例えば3枚取り逃したとしても、その次の日、取れる、カードは5枚になってますので、これね、マジでね、絶対全部回収してください。よろしくお願いいたします。はい。ということになっております。で、これね、1000万だけじゃないですよね。ね。ほら見てこれ。特別賞スキルチケット3枚。これが熱いよね。まあ、1等1000万も熱い。2等100万も熱い。3等からは、まあまあ嬉しいかなっていう感じですね。で、自分で3等以上当たったことないんで、ちょっと次こそ当てたいと思います。とりあえず、本話か、サブアカあるんで、サブアカもね、ちょっと頑張ってみようかな。はい。頑張れれば。はい。そんな感じでやっていきたいと思います。で、まあ、1等1000万、2等100万、3等10万、4等3万、5等3000万、3000万じゃない、3000。で、特賞スキチケ3枚ということになっております。で、今月の新ツムはね、キャラクターボーナスがつくよということで、エルサウンドサラマンダルツムもキャラクターボーナス対象だよということになっております。あとは骸骨ミゲルと、ダンテも、まあ、ここにね、画像が載っておりますけども、この5体もね、対象となっております。はい。で、チャレンジするときの、ボタンがこんな感じですよ、というところになっております。はい、という感じで、以上が最新イベント情報となっております。サマーつむつむくじ、めちゃめちゃ楽しみだ。めちゃめちゃ楽しみだ。ありがとうございます。またね、サマーつむつむくじの結果とか、やっていきたいと思いますけれども、まあ、またね、時間がああれば、はい。統計とかもやってみたいと思いますので、はい。皆さん、よろしくお願いいたします。はい。まあ、以上がね、サマーつむつむくじと、サマーつむつむくじと、日本一周のね、通常の、イベントですね。まあ、通常のイベントと月末のイベントの、最新情報と、なっております。はい。という感じで、いやー、めちゃめちゃ楽しみですね。はい。で、ちょっと待って、こうやって喋ってる間にジョンプニさんからの情報は一体あるのでしょうか。はい、これね、ジョンプニさんのね、アカウントになっております。はい。さあ、これどうやって更新するの。これどうやって更新するの。特になさそうですね。はい、そんな感じでございます。はい、はい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 、特になさそうですね。はい、ということで、まあサマーつむくじね、来ますけれども、まあとりあえずね、自分新つむ評価と引くべきかっていうところも上げてるんですけれども、まあサマーじゃね、エルサ&サラマンダーについてはね、強いけどぶっ壊れ性能とかではないですし、なんかね、確率アップとしてね、ガチャとしてね、来ないみたいなので、まあ、とりあえずね、今回の新ツムそんな強くないので、とりあえずツムツムくじ頑張って、コインいっぱい当たったら、まあ8月の新ツム来た時に引くのが一番ベストなんじゃないかなと思います。まあ、基本的に強いけどもっていう感じですね。はい、
まあ、あの詳細は、あの新積み評価の方をね、ぜひね、見ていただけると助かります。はい。まあそんな感じで、今回は、以上となっております。最後までご視聴ありがとうございました。夜毎日9時からですね、つむつむライブやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。それでは、ありがとうございました。バイ。